スリ・ジャヤワルダナ・プラコッテは、スリランカの首都、同国西部に位置する、名称が長いため、通常はコッテ、またはコッテと略される。現在の都市名は、戦闘を決めた、スリランカの第二代大統領ジュニウス、リチャード・ジャヤワルダナに由来しており、スリ・ジャヤワルダナ・プラコッテの意味となる、同国西部に位置する、九州とコロンボの中心部から南東に、 1> 約1 0トルの地点に位置している。1985年にコロンボから選都されたが、国会議事堂など一部を除き、長らく首都機能の移転は進んでいなかった。2009年の内戦終結後は徐々に移転が進められている。市街地はコロンボから連帯しており、事実上コロンボ郊外の一角を地域とする都市である。 凍って王国時代の地理1415年、凍って王国の都となった。この頃は、ジャヤワルダナと称されており、ジヤワンナ親とコロナは親の2本の河川が合流し、沼地に囲まれ防衛に適した、この地に王宮と要塞が建設された。1565年、内紛により誕生したシーター和歌王国の度重なる攻撃により都市は放棄され、 王はポルトガルが守るコロンボに逃れた。16世紀後半以降は、ポルトガル、オランダ、イギリスの植民地支配を受ける。植民地時代は、コッテと称されていた。1977年、コロンボから首都機能をコッテへ移転する計画が示され、1983年に国会議事堂が完成した。当時のジャヤワルダナ大統領が、 かつての都の名称と自分の名前が同じだったため、救命を復活させた。そのため、町の正式名称が、スリ・ジャヤワル・ダナプラコッテとされた。1985年、コロンボからの戦都が正式に発表された。なお、国会議事堂は、人造湖の中央に位置する島に立地している。国会議事堂など一部を除き、 長らく首都機能の移転が進まない状態が続いてきたが、内戦終結後の2012年には八省庁が入る、複合庁舎が完成するなど、徐々に移転が進んできている。コロンボ周辺の衛星画像。中央右下の大きな湖の西岸が、スリジャヤワルダナプラコッテスリ、ジャヤワルダナプラコッテは、スリランカ南西部の西部州コロンボ県に属しており、州の南北中央西部、 県の西部に位置している。北西で旧首都にしてスリランカ最大の都市コロンボと接しており、コロンボ都市圏の一地域を形成する。市の東端にはジヤワンナレークという大きな人造湖があり、湖中央の島には国会議事堂が存在している。南西でデヒワラマウントラビニアと湖を挟んで、東ではカドウェラと接する。スリジャヤワルダナプラコテは、 主に以下の地区から構成される。北部のラージャギリア地区には市議会が立地しており、国会議事堂に向かう幹線道路も同地区を通過している。南部のヌゲーゴダ地区にはケラニバレイラインの主要な鉄道駅とスリジャヤワルダナプラ大学が存在する。スリジャヤワルダナプラコッテは、欠片の気候区分では熱帯雨林気候に属す。気温は年間を通して、 小さな変化があるだけである。湿度は高めだが、2月は、例年最も乾燥した月となる。しかし、それでも、降水量は63ミリメートルもあり、年間を通じて、平均降水量が60ミリメートルを下回る月は、ない。ヌゲーゴ大儀、スリジャヤワルダナプラコッテには、複数の民族、宗教が混住している。最も多いのは、スリランカの主要民族である。 シンハラ人で、その他に、タミル人、ムスリム、マレー人に、バーガー人といった人々が居住している。ムスリムとタミルの大半は、ラージャギリア地区に居住する。その他、中国人やマレー人、それに、インドを起源とする人々の小さなコミュニティが存在する。2001年の国勢調査で示された民族、宗教構成を一家に示す。なお、 2014年時点で、の人口は約12万8000人。ありがとうございます。